アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三里にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送する番組です。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を流しています。この番組は宜野湾市キウナ、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私、本日は田辺由紀がお送りしております。また番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾ではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができます。そちらもお楽しみください。そしてサイマル放送もやっております。リッスンラジオでスマホやパソコンからお聞きください。それでは最初のコーナー、赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。今日は3人のお産の瞬間を放送します。1人目は匿名希望さん、女の子の出産シーンです。赤ちゃんの可愛い泣き声から始まります。元気な泣き声を聞いて院長先生も嬉しそうです。コメントはパパと小さいお兄ちゃんです。それではお聞きください。ゆうさん、お疲れ様。元気な赤ちゃん産んでくれて本当にありがとう。いっぱい愛情あげて育てようね。ママありがとう。ママありがとう。ママありがとう。あーしててよ。あー、かわいかったね。泣き声も可愛い、赤ちゃんの泣き声も可愛かったですし、お父さん優しそう。いいなぁ。そしてね、この本当にちっちゃいお兄ちゃんでしたね。まだ赤ちゃんみたいな感じでしたけど、可愛い声でしたね。いっぱい愛情注いでいこうねということでね、女の子が生まれて本当にね、男の子の子供と女の子2人お子さんができて、お父さんも嬉しそうでしたね。お母さんもね、すごい感謝されて、ね、家族仲良くやっていけそうですね。はい、おめでとうございます。それでは続いて2人目、松下奈美さんの男の子の出産シーンです。スタッフさんや院長先生にサポートされながら頑張るママ、無事に出産して元気な泣き声が聞こえます。お姉ちゃんが驚いて泣いてしまったようです。コメントはパパとお姉ちゃんです。それではお聞きください。降りてきますよ。少し力入れてよ。はい。うん。そうそうそう。近いよ。近い。早くし、早くし、早くし。はい、両手出して。ケイ君生まれてきてくれてありがとう。これで兄弟2人やね。そうなんです。そうなです。
はい、可愛かったですね。松下奈美さん、男の子の出産シーンでした。本当になんか驚いた声が入ってましたね。わーみたいな。はい、そうですよね、びっくりしますよね。あー、びっくりして泣いてしまったようですね。はい、お姉ちゃん、はい、可愛かったです。パパもね、優しそうでした。ありがとうございます。あの、また家族が4人になったのかな、ちょっとその辺わからないですけれども、はい、仲良くやっていてください。それでは続いて3人目、匿名希望さんの出産シーンです。はい、それではお聞きください。はい、出てこーい。かわいいよ、かわいい。もうちょい。もうちょい。誰にかな。おめでとうございます。みゆちゃんと生まれてきてくれてありがとう。明るく元気に優しく。とお姉ちゃんのリアとも仲良くしてね。で、パパとママのところに来てくれてありがとう。これから家族4人で仲良くしていこうね。ママより。おめでとう。みゆちゃん、おめでとうして。おめでとう。ママお疲れ様して。ママお疲れ様してママお疲れ様です。みゆちゃん、生まれてきてくれてありがとう。はい、3人目、匿名希望さんの出産シーンでした。このね、お母さんのコメントなんかも、こうね、みんなで、これから元気にね、家庭作っていこうねっていうこのコメントとか、そしてそれに続くお姉ちゃんですかねのコメント、お父さんのね、優しい呼びかけ、小室くんもまたこの今生まれた子供がまたもうちょっとね、物心ついてからとか聞いたら素敵でしょうね。もう生まれた瞬間の本当にいい録音だと思います。これ残しておいてほしいですね。ぜひまた大きくなってから聞いてほしいな、なんて思いました。はい、ね、こちらもお父さんも優しそうで、ね、素敵な家族になりそうですね。ありがとうございました。おめでとうございます。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニック。アイレディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は797@fmginowan.com、 メールアドレス797@fmginowan.com です。今日は匿名希望さん女の子、松下奈美さんの男の子、そして匿名希望さんの3人の出産シーンをお届けしました。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。ツイキャスにルドルフさん、赤ちゃんのコーナーかなって来てます。そうです。ね、今日も3人の赤ちゃんの元気な泣き声、生まれた瞬間の声が聞けましたね。はい。ありがとうございます。それでは CM を挟みまして、教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun. We do not know what is our time, nor our death, nor ourselves. Hello, everyone.
please send us an email. Thank you. はい、レディースクリニック提供、赤ちゃんいらっしゃい、お送りしております。ここで一曲お届けします。誕生日には真っ白なユリを、福山雅治。初心に帰りますね、この番組はね。自分が生まれた時の録音が残ってるなんてすごいですよね。まあこれからの時代はね、そういう人多いかもしれないですね。昔はもう録音っていうのがそんなに身近なものじゃなかったですからね。まあね、ビデオで撮ってる人とかもねいるかもしれないけど、こうやってこの病院の人にインタビューされて答えると、またホームビデオで自分らで撮ってるのとまた違うだろうし、母性本能についてどう思いますかというアルドルフさんからの質問に北条先生が答えてくれるみたいです。楽しみですね。ルドルフさんまだ聞いてたらぜひ聞いてください。
教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回はリスナーのルドルフさんからの母性本能についてどう思いますかという質問への回答です。ルドルフさん聞いてますか？また出産する時の和痛分娩、痛みを和らげる分娩、無痛分娩についてもお話しいただきました。それではお聞きください。どう思われますかということで、はい、はい、まあ母性本能は、うん、私にあるとか私にないとかね、もう考えずにね、うん、後でこうついてくるものだと思うからね、うん、だから何て言うかな、母性本能は私にないからだから子供は嫌だとかね、作りたくないから結婚しないとかじゃなくてね、うん、ぜひね、そこは考えずに、好きだからこの人と結婚したいで結婚して、うん、子供ができたら頑張れるからね、うんうん、今もさっきちょっとお産があったけどね、はい、私には絶対無理だと思ったのに先生こんなに生まれて赤ちゃん生まれてこんなに幸せだとは思わなかったって言ってね、今お産ちょうど終わった人がね、お父さんと二人で、ね、こう感想の言ってくれたんだけどね、うん、初めてのお産だったんですね。私には産む、なんていうかな、資格、なんていうかな、資格もないじゃないけどね、私にはそんなのはないみたいな感じで思ってたのに、うん、いざ今日こうやって本当に産んでね、こんなに赤ちゃん生まれて抱っこできるのがこんなに幸せだとは思わなかった。そこからでいいんですよ。そこから母性本能がね出てきたらね、十分だと思うしね。そうですね、うん、ああ面白い、うん、この母性の母ってお母さんの母なんですけど、うん、じゃあこれは別に男の人でもできるっていうことですか？いや僕はそう、もちろん父性だって同じだと思いますね。お父さんもね、もうわーわー騒いでる子供を見るのが嫌だから俺には子供無理だってね思う人もいるけれども、我が子が生まれたら違うよ、やっぱりね、何もかも可愛く思えちゃうよね。僕も子供にしっこ顔にかけられうんちの勢いで顔かけられたけど、うん、オッケーってね、ちっちゃい頃は、ね、そういう風になると思う。やっぱりそれが母性だったり不正だったりね、で、まあ、僕のところは和痛分娩ってちょっと痛みをコントロールする、はい、分娩方法はやってるけれども、はい、まあ、東京にいた時にちょっと無痛分娩ってね、完全に痛みをなくしてしまうね、そういう、分娩方法もやったことあるけど、やっぱりちょっとあんまりねこう苦労してやっぱり産んだ我が子ほどやっぱりね、愛情がね湧くというかね、絆がボンディングがやっぱりね母子はできると思うから、ちょっとそれで今無痛分娩は僕ちょっとあんまりもうやらなくなったよね。そうなんですね、やっぱり完全に取ってしまうと、まあそういうね本当にもうメンタル的に痛みにものすごく敏感でね、どうしようもないとはやっぱりやってやったらいいと思うけど、普通のね日本の文化で育ってる日本人であればそんなにね自然分娩絶対大丈夫できる。僕らだってね、もう僕らの親だってそうだけど、親から母親からみんな生まれてんだから、みんなお母さんであればお産は絶対できるからね、あんまり怖い怖いと思わずにね、頑張ってほしいと思うしね、まあ、痛みを取ることが決して悪いことではないけれどもね、きちんとやっぱ僕はその後やっぱよく言うね、腹を痛めて産んだ我が子って言い方するでしょ。だからそこはねぜひ少しはこうね産むためのこの努力苦労だったりあってもいいかなと思う、ね、そうですね、お母さんの痛みが無痛で出産できたとしても、きっと生まれてくる赤ちゃんまでは聞いてないですよね。そうだね、2人で頑張った方がいいですよね、きっとね、そうね、まあ無痛分娩もちろんね絶対否定するわけじゃないよ、ただ、まあ、僕はとりあえずこの病院では、まあ、和痛分娩までかなとね、そういうところだよね、
少し痛みを下げてあげることで、まあ、一緒に我が子とね、父と母とでね、頑張ってくれればいいなと思ってます。そうですね、はい、あ、面白いでした。教えて北条先生、今回の話題は母性本能についてどう思うかと、出産する時の和痛分娩、無痛分娩についてのお話をお伺いしました。はい、ルドルフさんね、母性本能についてどう思いますかという質問ね、何のどういう流れで出てきたのかちょっとわからないんですけれども、どうでしたかね、聞いてらっしゃいますかね。そうですよね、ちょっと感動しましたね。私はそんな子供好きでもないし、よその子供見てもうるさいなって思ったりするようなね、子供持つ資格とか自分ではないと思いますけどっていう人がいざ出産してみて、もうあまりの幸せに産んでよかったという感想が出てきたということでね、え、やっぱり変わるんですよ、我が子は違うんですよね。うん、そうそうそう。だから産む前は自分、この、なんか子供好きで、もうどの子供見ても、あー、可愛いねって言って寄ってって、いろいろ声かけてあげたりとかするね、大人がいますけれども、そういう人だったら、まあ子供を育てられるだろうけど、自分はそんな、みたいな風に思ってる人も多いと思いますけどもね。まあそれはもう産んでから変わるので安心してくださいよっていう先生のお話でしたね。で、ね、母性本能の母という字は母と書きますけど、父性もありますよということでね、男の人でもね、変わるということですよ。はい。もう何やっても可愛いってね、畳でうんこしててもね、何してても可愛い。もうそんなもんなんですよね。はい。そして、和痛分娩、無痛分娩。うん。そうですね。すごい痛いので、この、そっか、その体験したかしなかったっていうのも、そのこれからのそれ以後のね、子育てにやっぱり少しは何か関係があるんじゃないかとね、私も思いますね。まあ、こんな痛い目して産んだんだからみたいな、なんかこう、押し付けはないですけど、なんか、それぐらいすごい生まれたっていうことはすごいことなんだよっていうのはね、そのことによって痛みによって教えられると思いますしね。はい。またいろんな聞きたいことがありましたら、こちらに送っていただきましたら、北条先生の方に転送しますので、匿名でも大丈夫ですので、ぜひメール送ってください。メールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com、 こちらまでぜひお待ちしております。以上、教えて北条先生のコーナーでした。また最初のコーナーでは、出産に関する思い出、そしてお母さんへのメッセージなどもお待ちしております。お気軽に送ってください。この番組はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニックの提供でお送りしました。お相手は、FM ギノワン、田辺ゆきでした。また来週この時間にお耳にかかりましょう。